はい、皆さんこんにちは。ラクトアップエンタメのノブです。本日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、エンターテインメントに関すること、毎回一つテーマを決めて配信しております。私が映画好きのタップダンサーということで、映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、今はタップのことを中心に配信しておりますということで、本日のテーマもタップダンスでいきたいと思います。皆さん方のタップダンスライフに少しでもお役に立てればと思っております。動画の進行は概要欄の方に書いております。そしてですね、もしこの動画が良ければチャンネル登録、評価ボタンの方もよろしくお願いいたします。それでは毎日少しずつコツコツと10秒ショートコンビネーションチャレンジ、今日も楽しんでいきましょう。よーい、スタート。はい、それでは今日のステップいってみたいと思います。はい、スイッチ、せーの。それではステップの解説いきたいと思います。私、左足のスタンプからいきたいと思います。今日やるステップはですね、6連プルバック入れた、これですね、ジャンと、はい、こちらになります。こちらのステップの詳しい解説は、ぜひね、こちらの動画を見ていただくと、よりわかりやすくなると思います。今日ね、プルバック入れての6連ステップなんで、ちょっと大変なんですけども、ぜひチャレンジしてもらいたいと思います。こちらの方、概要欄の方にリンク貼っておきます。すぐ見に行けるようにしておきますので、もしね、プルバック入れた6連ステップ、大変だなと思われた方は、一度こちらの動画を見ていただいて、こちらに帰ってきていただくと、より分かりやすくなるんじゃないかなと思います。はい、ということでね、早速、ステップの解説いきたいと思います。で、やることはですね、実は、同じことばっかりやってます。分かりやすくやると、右と左交互にやるだけですね。で、クラップ、シャッフル、ボールチェンジ。という風にやってます。で、そうなんですけども、これ。これね、よくやる6連ステップですね。やる感じ、よく使われる6連のステップなんですけども、だいたいね、塔を打つのって後ろで塔を打ってるんですけども、塔の打つ場所を変えてみます。ちょっとわかりやすく、横から見たらわかりやすいんでやりますと、そう、こっちはいつも通りなんですけど、こっちは、前に打ちます。なので、となります。これを3回繰り返すだけになります。じゃあね、ちょっとしっかりステップ詳しくやってみましょう。では、スタンプ、シャッフル、プルバック、トーヒール、シャッフル、プルバック、トーヒール。となります。これね、本当だったらこっち入れた方がやりやすいんですけど、意外とね、前に通すのちょっとやりづらいんじゃないかなと思います。大体みんな、こっちに慣れてますので、こっちにもね、入れる準備いきます。せーの。あららららら、あららららら。となります。すいません、ちょっとフラフラしてますが。で、リズムは今やったので全部3連です。だららららららら、あ、まあ6連、もしくは細かく取って3連でもいいんですけども、ダカタ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 です。となります。そしたら次は、フラ、シャッフル、ボールチェンジ。右足が上がってますので、クラップ、シャッフル、ステップサーとなります。これを3回連続で繰り返します。で、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 あと2回。あともう1回。となります。じゃあそれでは3回繰り返していきますね。せーの。となります。そしたらラスト、まあここはストンプステップですね。ストンプステップ、ストンプステップ、ストンプ。リズムがダッダタダタダタダ。そしたら左足上がってますので、もう1回、今度は、後ろに入れていきます。まあ、要は、左スタンプから始まった6連の塔は後ろに入れる。右、まあ、ヒールなんですけど、始まった6連の塔は前に入れるっていうところを押さえ入れていけばいいんじゃないかなと思います。はい、それではね、1回ゆっくりやるとどうなるかやってみましょう。はい、6、の。
大丈夫なんじゃないかなと思います。ちょっとねプルバックいっぱいあって大変ですけども、ぜひ楽しみながらチャレンジしていただけたらと思います。それではちょっと早く練習いってみましょう。タカタ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 タッタラッタラッタラグですね。はい、6せーの。はい、6せーの。はい、6せーの。5、6、せーの。となります。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。それでは曲でいってみましょう。はい、それでは曲でいってみたいと思います。5、6、せーの。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひね、今日のコンビネーション何度もチャレンジして楽しんでいっていただければと思います。ということで本日も長い間ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 Let's meet next movie. バイバーイ。はい、それでは本日のおまけのコーナーまで見ていただいて誠にありがとうございます。今日のコンビネーションのワンポイントコツいきたいと思います。今日のコンビネーションのワンポイントコツはですね、やっぱりだいたいいつもと後ろに入れるんですけど、それを前に入れるっていうところにちょっとだけね、こっちですね、こっちだとね、もしかしたらいっぱい慣れてる方いっぱいいると思うんですけど、それをこっち前に入れるっていうところをちょっとね楽しんでいただけたらと思います。ちょっと最初は違和感が結構あるんじゃないかなと思いますけども、でもね見た目的には面白いし、同じステップ左右交互にしてるんですけども、これとなんか全然違うステップしてるように見えちゃったりしますよね。なのでぜひそこの面白さを体験してもらえればなと思います。なのでしっかり意識してと前に出るってところを押さえてもらえれば大丈夫かなと思います。こっちのね前に引くってところがちょっと大変ですけども、ゆっくりからこっちですね、こっちに引くんじゃなくてこっちに引いてってところ、ゆっくりから押さえていけば大丈夫なんじゃないかなと思います。それとあともう一つですね、すいません今日同じ足ばっかりやってますので、実は反対足からもっていう、この反対足もねぜひ何度もチャレンジして楽しんでいっていただければと思います。ということで本日も長い間ご視聴ありがとうございました。バイバイ。